夜の楽しい夜、うん、おっちゃんとかと話するんでしょ、うん、楽しい楽しい楽しいんだ転職やんなんかジェネギャ感じるのもおもろいあー逆にこれ知らねえのって言われてふち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 ふいほいほいほいあったかくなってきたもんなお前寝床だもん大丈夫ぶっちゃいく得意なの忘れるのがまああんま寝て言ってれば携帯もそう触れねえべしなうんうんいただくよマジボーカーさんこの粉何倍でしょ昨日沸かしあ、4杯でいいんだ、うん、沸かしてって言われて、うん、すんげえ久しぶりに沸かすなと思って4つだんで4つまんでたば4杯な、うん、2だば2杯3杯4杯入れて4杯入れればさ、ねうん、ちょっと目気持ち水多めに入れてるじゃんコーヒーの入れ方覚えてもらってこの新しいやつのうん覚えてもらった昔のやつでも入れれねえうんあいわーっとやってきゃよかったこいつ おいしいよ食べなさい食べなさい3000円すだはあすごいすごいでしょ桂太郎でなくちゃ買えないよそうでしょう、うん、おいしいも枯れてるけど大丈夫なのかしらこれ。たくさんかすみそ似合うでしょ。ホールの方咲いてくる。つがる豚なんですか。つがる豚のそれだ。あ、これつがる豚ですか。あ、味ついじゃう最初から。うん、今つけたの。あ、つけたの。結んだこんにゃくでもいい。いいよ。つがる豚ですね。つがる豚、つがる豚。つがる豚。つがる豚ですか。それさ、青いもの何にかけた。万能ネギとかでいいんだよね。ネギ入れればよかったな。いただきます。肉がさ、うん、こう同じ細切れでも、うん、霜降りになって、うん、あ、弾力がそんなにの、うん、なんだ、うん、食べても美味しいもんな。ケイタロウさん、はい、お客様です。はいはい。お久しぶり。こうくりゃいいのか。え、映ってんのもしかして。え、映ってんの。映ってんずっと映ってんじゃん。絶対映ってるじゃん。本当に顔モザイクだよ。 YouTube レビューだな。え、ねえ、嘘でしょ。え、ダメだって。こんなダルギで来てんだよ。いいじゃん。髪の毛マジでいいじゃん。マ、ま、がレジャーじゃん、髪ちゃんと。巻き取れたのな。取れたんだ。取れだよ。妹何歳？ここ下。
ゴンコシタまだ未成年。18、19。未成年じゃないよ。今年の4月1日からも成人で18歳が。ああ、なんだ。うん、あ、そういうこと、うん、でも、あれだべ、非合法だな。なんなのそれ、非合法って何だ。よくわかんないそれ。これまあ、今回の爪なんだって。はい。で、違う、これじゃない。それ爪。違う違う違う。2段。これ。あー、投げ物、こっちが投げ物。でしょ、短いっしょ。こっちも可愛い。これは、うん、何だっけ、値段安く済ませたいからラメ一食だけにしたって感じ。あ、マジでここのネイルおすすめです。なんていうところ。トゥースリール。トゥースリール、弘前にある。トゥースリールおすすめです。トゥースリール、トゥースリール。僕もやってます。僕のこうやって画角変えるのめんどい時とか、こうやってこうやってこれで変えれるもんで、こうやってやった。すごい、すごいっしょ、連動してる。こいつすげえ、ね、やば、うん、イケメンが押してみて。え、イケメンが押してみて。イケメンが押って何、キリッとした顔してみて、カメラさん向かって。絶対やらんよね、夜の楽しい。夜、うん、おっちゃんとかと話するんでしょ、うん、楽しい、楽しい、楽しいんだ。転職やん。なんかジェネギャ感じるのもおもろい。あー、逆にこれ知らねえのって言われて、うん、自分の知識増えるやん。あ、何その、この世代にはこれが流行ってたんだとか。あ、だからそれこそ高橋真理子とかも、はい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 、それ初めてから知ったし、今も歌えるし。へえ、そう、だから自分の知識になることがおもろい。向上心の方だね。うん、なんか、うん、楽しいわ。でも時にはうぜえ人とかもいるわけやん。いるよ。1時間飲みほど入ってきて、その半分説教食らってたりとかは余裕である。なんで説教食らうの。なんかお酒飲んだら多分日頃のストレスをめちゃくちゃ抱えてた人なのかな。なんか、なんか人生についてなんかすんげー説教食らった。うざい系だね。そう、まあ説教系いるよな。だからよー、なんかメリットで言うと、うん、なんか自分の知識にもなるし、うん、メンタル鍛えられるし、うん、お酒も強くなる。メンタル、メンタル、そう。デメリット言うと、ちょっとストレスはたまる人たまるし、うん、肝臓は悪くするし、あとかいろいろあるけど、メリットしかない世界だと思ってる。へ、えー、なったことないのかな、夜の世界とか。まあ男とはまた違うよね。あ、なんだ、男は多分、うん、ホストってこと。うん、ホストとんな感じだの。やばな、行ったことある。なあ、今やってねえもんな。んだ、ってな、んだ、そういう仕事しちゃったんだ、知っちゅうけど。飲みに来ちゃうもんな、うん、なんかわかんないけど自分いるだけ絶対来るよな、あの日を、うん、な、だった。でもびっくりした、不思議。てか入ってくる時間遅いんだって。一軒目何やって。居酒屋なの。居酒屋。そういうことね、うん、居酒屋行ってとりあえず、まあ、2時間ぐらいでサクッと飯食って飲んで、うん、でやって旬だばって、うん、結局喋ってれば喋ってれば3時間も4時間も喋っちゃうはんで、うん、いや飲み始めてても遅いんじゃない、多分。だかもしれない9時とか10時、9時とか10時とか、うん、たまには筋トレ終わってから行くので。ちょっとここ意味あん、筋トレ終わってから飲みに行くの。あら、あ、あるっていうか、うん、大丈夫。プラマイゼロじゃない。プラマイ、プラダハンで。あ、まちゃん、いいもん今日だ。何、わぁ下手くそか。下手くそやん。使うわ。使うはんで。下手くそ。皆さん、これテイク2です。